卒業式で袴姿になる方に失敗しないための3つの所作をお伝えしたいと思います。はい、2020年令和初の卒業式を迎えました。卒業されるご卒業生の皆様、どうもおめでとうございます。今年は特にですね、コロナウイルスで卒業式が危ぶまれている中、無事に卒業式が開催されるということはですね、非常にいいことだなと思っています。ということで今日は、卒業式で袴姿になった時に失敗しないための3つの所作をお伝えしたいと思います。さあ、こちらをご覧ください。まず椅子に座る時ですけども、このまま座ると袴がぐっと引かれて崩れる可能性がありますので、座るときは後ろをちょっとこう引いていただいて、この姿勢で座ります。で、ご自分でなさってみてください。ここギュッと後ろにギュッと、そう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 、そのまま座って、はい、 OK です。こんな感じで座ります。で、お袖はこういうふうにこう重ねて、こんな感じで椅子に座っていただければと思います。で、車に乗る時も同じです。ぐーっとここを引いていただいて、椅子に座っていただいて、お袖は前の方に。忘れるとね、ドア閉めてしまったなんていうのよく聞きますので、それだけ注意していただいてと思います。階段を上る時の注意ですけども、まずお袖はここにちょっとかけていただいた方がいいと思います。で、袴の両脇をこう少し手で持ってください。はい、そうです。で、その状態で階段の方を登っていただくと、前に前を踏んだとかそういうことがないので、はい、 OK です。大丈夫。下りはどうですか？はい、そんな感じで下っていただいて、どうしても裾をあまり上げすぎると可愛くないので少しにしましょう。はい、そんな感じで階段は気をつけて あの上り下りされたらいいと思います。それでは、お手洗いの、袴も、それから振り袖、お着物の方もスカートと同じような形になってますので、全部上の方に上げていただければできるようになってます。で、こうずっと後ろの方の袴の方もぐっと上の方まで上げていただいて、お手洗いしていただければと思います。今どっちかというと洋式の便座が多くなってますので、大丈夫じゃないかなというふうに思います。座る時にね、この辺に布がないかだけ確認していただいて、していただければと思います。で、お袖が少し長い場合ですと、ちょっと邪魔になるかもしれないので、ぐっと上げていただいてから、お袖をここにこうかけていただいてとかっていう風ので、なるべく下にたらつかないような感じでお手洗いしていただければなという風に思います。はい、ということで、この3つのポイントをぜひですね、チェックしていただいて、袴姿がより着崩れないように、そして綺麗に動けるように、そして何より一生の思い出に残る卒業式になりますように心よりご祈念申し上げます。はい、この動画がぜひ皆さんのちょっとでもお役に立てば嬉しいです。